本日紹介するのは女優モデルとして活躍する馬場文香さん1995年6月21日生まれ身長は1 6 7センチで新潟県出身スリーサイズは上から835684で F カップだと言われており抜群のスタイルをされています14歳の時地元である新潟の路上にてスカウトされフリーペーパー新潟美少女図鑑 のモデルとして活動を始めます高校在学中に映画「パズル」に出演し同年に「仮面ライダードライブ」の悪役メディック役でテレビドラマ初出演を果たしましたその翌年「週刊プレイボーイ」でグラビアデビューをしその美しいボディにこんなにどでかいものを隠し持っていたのかと話題になりました本人曰く胸が大きいのがコンプレックスだったものの グラビアで水着になるのをきっかけに胸が武器として活かせると考えられるようになったと言います銅眼巨乳の代名詞のようなババフミカさんその大きな武器で我々をめったメタにしてくださいな今回の動画が好評であれば続編を作成したいと思います続編が見たいという方はコメント欄で教えていただくかその欲望にまみれた右手を必死に鍛えながらお待ちくださいね これからババフミカさんの一層の活躍を期待し応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価、通知ボタンを忘れずによろしくお願いします。